皆様こんにちは、サビーチャンネルです。西武新宿線福福線化工事計画の第3回です。今回は本計画の経緯の章を読み込んでいきます。本計画の経緯の章の主要ポイントです。1点目は混雑率について言及されています。西武鉄道では旅客車数の増加に対応するため編成の10両か8両かを進めてきたものの、下落合高田の馬場間の混雑率が 205% になることが見込まれていました。1時間あたりの運転本数を増やす対応も実施しましたが、混雑率は高い水準をキープする見込みでした。このため抜本的対策として福福線化の対応が必要であったとされています。2点目は高架化が難しい点について言及しています。福福線化工事は高架化と合わせて実施することが一般的です。しかし関連側道も含めた用地取得は多額の費用と期間を要することから断念しています。3点目は地下駅を絞って建設することが述べられています。当時の計画では工事費を抑制するため西武新宿と高田馬場のみ地下駅を設ける予定でした。建設費の抑制も含め実効性のある内容で計画が進められていたようです。次回に続きます。